これが全種類か。え、穴開いてへんやん。甘い系のシリーズは開けてない。これめっちゃうまいやん。俺全く同じリアクションを小4の時にしてたよ。どうもかまいたちです。さあ本日は、はい、うまい棒全種類集めてみました。イエーイ。すごいあるね。これか。これが全種類か。ごめんね、鼻ちょっと気になるかもやけど。もう見慣れたんじゃないですか、うん、寝癖すごいね。お前はお前で。私もう今髪ぎっしぎしなんですよ。なんで、うん、あのかまいがちので。ああ、黒染めして。そう、あ、そう、バシバシ。横もすっごいね。もうちょいこうした方がええんちゃう。痛みがすごいね。これで結んどこうかな。うわきつ。あのゴムある。うわえきついって。ジャニーズの子とかなんか家いるとこんなに。ジャニーズの子はええねん。まどかさんの付き人やん。ここ借り上げてここで食ったら。まどかひろしさんの付き人の人こういう感じしてるけど、カンテレで会うときおしゃれな靴履いて、だいたいこういう感じやけど、半パンの感じとかもそうやん。やってるけど、いいのよそれ。すごいことなってる。いいのそれで。まあええか。花はあのおじさんのシンプル怪我なんで、うん、あの喧嘩したんかとか言われるんですけど、あの本当に情けないぐらいおじさんのシンプル怪我なので申し訳ございません。はい、さあ、どれ自分の中のうまい棒の一番ベーシック。ベーシックって何やろ。俺はうまい棒といえばもう明太味のみやってん。ああそう。一番最初に食べたのか何なのか覚えてないけど、ずっとこれやって。うまい棒といえばスタンダードは明太味だよな俺の中で。イメージ強いのコンポタかな。コンポタも確かにあるね。ある。激うま。この2本ぐらいやね。まあ、野菜サラダがまあこの辺りかな。野菜サラダ、明太、チーズ。チーズもあったけど、この辺じゃない。4種類で回ってる、うん、1で言うたらこんなぐらいかな。明太が上。まあ、でも明太が確かにこいつやな。ミルクボーイがよう言うてるうまい棒。あ、そうそうそう。名前が分からないキャラ。分からんやつな。なんていうのこれ。ドラえもんじゃない。うまいもんや。うまいもん。うまいもん。めっちゃドラえもんや。なんなんやろほんまに。どれ山内は。俺コンポタやね。1位。1位で明太かな。どう食べてた。普通に子供の頃はこうやって食べてて、うん、だからさ前歯にギーンってなるからさ、こうギーシーってなるやん。前歯のあのこのくぼみ。そうそうそう。こうなってる歯のこのくぼみにね、ここにさギーシーなんのが俺は嫌やなと思いながらも、それ以上の発想なかったからあれやねんけど、同級生の女子が、うん、あのうまい棒食べるときにってやってこう開けて、うん、こうやって食べてる。割るのはないわ。お上品と思って。それ割るのなくない。うまほんできたね。楽屋にねケータリングで置いてくれてるんで、うまい棒よく。いやでも俺今食べ方こうやで、ね、今。その同級生の女子のこのっていうお上品なの見てから俺はずっとうまい棒とこの食べ方。だってあの粉々になる部分出てくるやん、うん、それそっちの方が嫌じゃない。その歯ぎしいよね。そんなことしてるやつの方が。お上品にこうやって食べて最後べーやうまいわ。分かったキャラ。うまいもんでした。うまいもんで合ってんねん。合ってるやん。うまいもんなんや。1979年のうまい棒発売当時からパッケージに登場した宇宙人という。うまいもん。絶対ドラえもんやん。知らんで、ね、知らんけど、うん、ドラえもんが先やもんね。でまあコンポタ明太やろな。駄菓子屋とかでもいつも買ってました。とんかつソースとかたこ焼き味で硬くなかった。これって後発。後発ちゃう。後発組か。まあベーシックはこの4種類なのかな。なんかソース感なのか何なのか、こう外側に塗ってるやつが硬かったイメージあんねんな。ほうほうほう。ちょっと久々に食べてみようかな。ちょっとたこ焼き味のパッケージこんなんやった、うん、タコが股間を連打してんねんけど。おっとタコ殴りだ。うまいもんの股間を下から突き上げてんねんけど。やっぱ硬いわ。割れへんもん。こぐらいまでやると割れへん。割りたくねえな。俺はそのままいこう。うん、あでも昔よりそんな外側硬い感ないんかな。ちょっと持った感じキュッとしてるね。なこれはとんかつソース。ほら
歯につかんように唇で折ってるやろ、うん、それでええのよ、うまいわ。この周りにとんかつソースの、うん、多分パウダーついてるからハムってした時点でもう味がやってくる。わかる。あのスナック菓子のコーンポタージュ、はいはい、とこっちどっちが先やねんっていう。そうやな、系統的にはもう同じ道を走ってるからな。俺コーンポタージュよりコーンポタージュ教えてくれたうまい棒とか、そのあのコーンポタージュのお菓子、はいはいはい確かに子供の頃先かもしれん。そうやね、本家のコンポタより。俺は多分お菓子のコンポタージュを食べて、あのファミレスのフォルクスのコンポタージュスープを後で飲んでるからああの味やって、コンポタージュスープ飲んで、あのお菓子のコンポタージュの味やってなってるから。さっきない、うん、この間あんでやったやん、駄菓子ベスト5、うん、やってからあれ俺コンビニで買うて帰ってんけど、めっちゃうまいな、ね、やっぱあれいろいろ言うたけど、もしかしたらあれが1位ちゃうかコンポタうまいよな。うまいわ。あ、一番いい割れ方したわ、見て、はい、4等分、これの4等分が一番いい割れ方そんな割れ方するんや、うん、はい、やっぱあのやつの匂いや、うん、一緒やねん、方向性会社違うよね、でも一緒。あ、一緒なんだ。え、あのコンポタージュとこれ一緒なん。なるほどね。まあ確かに一緒じゃないとおかしいぐらい味一緒やもんめちゃめちゃ似てるもんねじゃあ一緒だ、多分作り方としては。ちょっとだけ食ってみて。そのまあ食感はもちろん違うけど、味はもう一緒や一緒やねんな。一緒やな。1992年ですね。遅い、高圧やだ。あっちのコンポタージュはコンポタの方が先ではあると思う。いや、それ森下の見解いらん。なんで調べてる途中に一回手止めて森下の見解聞かなあかんの。何の根拠もあるちっちゃい頃の記憶で、うん、いや、今ネットでこうやって調べてる途中にそれを置いてまで、なんで自分の見解をこれ調べたら分かんねんから。あのコンポタのお菓子が何年発売かが知りたいねん。出た出た、半沢半沢出てるよ。名前が出てこないよ。おぎそ次長、おぎそや。お前昨日の一本グラムで思わかった。おー、いや、見たんや、見たんかよ。負けてんねん。朝見てきた、うん、おもろかった。とっくにもういいの気づいてる。そんな出ないなら、うん、そんな出ないと思ったんでちょっと、うん、はい、音で。食べたことあんのはどの辺？今んとこ出したやつは食べたことあるよな。照り焼きバーガー味も食べたことあるわ。海苔塩もあるんかな。海苔塩はあんまイメージないな。サラミもある。サラミはある。サラミある。サラミはサラミはほんまちょっとニンニクっぽいよね。うん、サラミは主力の方に近いかな。エビマヨはないね。あ、最悪。そういうことがあんねん、叩く方式に。すごい吸ってる、うまい棒の粉吸ってる。すごいすごい、覚醒剤みたいな吸い方してる。エビマヨなくない？ないかも。エビマヨ味ないな。めっちゃエビマヨ。ハフの時点でマヨがすごいね。あ、そう。マヨ風味がふわってくる。マヨ強め。焼き鳥はまあ焼き鳥。いや、イメージないでも食べたことないわ。納豆あったな。こんなパッケージではなかったけど、だいぶ水戸寄りになってるやん。納豆味って何？ちょっとほんまに糸引く感じあんねん。へえ、めっちゃ嫌やん。いやいや、あのビヨーンじゃない。でもなんかねっとり感あったようなイメージ。うわー、すげえ匂い納豆すごいね。あ、うまいうわ、ほんとねっとり感あるこれめっちゃうまいやん。俺全く同じリアクションを小4の時にしてたよこれめっちゃうまいやん。うまいよな、これは。うまい。すごいすごいね、これ。うまい、うまいね、うまい。今食べたらこれが今一番うまいかもいや、ほんまにうまい。めっちゃうまい。これ見事にフィットしてる、うまい棒に納豆が。ご隠居様満足ですか？大満足じゃ。カッ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 パーン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 。一本グランプリ重かったね。お前の昨日の一本グランプリを帳消しにするぐらいのむちゃくちゃなことして。重かった。いや、ちょっと思われへん。むちゃくちゃなことしてもうた。あ、うん、申し訳ない。帳消しにするふりをしちゃったから。あかんよ、そんな。あ、納豆の
明太味、梅味もあるやん。納豆梅味なんかめっちゃうまいんちゃう。納豆シリーズだから好評なんや。そうや、だから出てるもん、展開してんねんな。納豆梅味気になるね。うわいいわ、タレ うまい時のリアクションや。うまい棒とはよく言ったもんね納豆梅味うまい、めっちゃうまいよ。めっちゃうまいよな。納豆シリーズめちゃめちゃうまいよ。納豆梅味うまっ。じゃあさ、知らなかった、納豆明太味どうやねんっていう。あ、うまい、うまいけど納豆梅味もうまいわ。梅味うまいか、うん、納豆シリーズ意外にね、多分食べたことない人多いんじゃない。俺初ですもん。なんか絶対普通の方がええやんと思ってたから、うん、めっちゃうまい。これは当たりですね。ちょっと次回からは納豆シリーズ押していきます。うまい棒といえば、うまい棒といえば、うん、コンポタやったけど、うん、納豆シリーズいいわ。シュガーラスクも食べたことないわ。ない。うまい棒で甘い味ってなんか合うイメージ分かへんねんな。スナック自体の何も味付けしてないスナックで言えば、まあ甘くてもおかしくはないんかな、うん。お菓子のエースストライカー、シュガーラスク味。いや、行ってみます。駄菓子界の、あ、香りはもうごめんなさい、駄菓子界の、はい、どうぞ。今だから駄菓子界のそんなつもりじゃない。いや、言いそうやったの、駄菓子界のっていいんですか。もちろんもちろん。バターの匂いがすごい。つけるかね、普通。普通ギリギリまでやんな。つけるかな。グーつけてる、すごい、すっごい、あー、グイグイしてる、うん、食べた、食べた、ラスクや、ラスク、あーそう、硬い、ラスクの硬さにしてるわ、うまい棒の硬さ、あ、ほんまや、硬い、あ、これは四つ折り無理やわ、なんか、おいしい、おいしい、メリってメリ込んでいて割れへんわ、めちゃくちゃバターの香りする、うん、いや、おいしいよ。でもめっちゃ甘いとかにしてないな、うん、あ、穴開いてへんやんだから割れへんねや。そうか、うまい棒って全部ちょっと穴開いてんの。そうそうそう、ちょっとじゃない、真ん中にスコーンと穴開いてん、だから割れへんねん。開いてない、ラスクやからか。甘いシリーズな、なんで真ん中に穴開けへんかったんやろ。甘い系のシリーズは開けてないんじゃない。しょっぱ系は開けてるけどとかなんちゃう。これだからなんで開けてへんのやろって差別化、形としての差別化だから。新しい製造ラインを確保してまで真ん中に穴を開けなかったってことや、うん、今までのうまい棒の製造ラインでは作れない形にしてまで。だって開いてても良さそうなもんやんか。やけど開いてない、わざわざ新規のところにお金かけて製造ライン作ってまでの開けない理由は何かあるはずやねん。シュガーラスク、甘いのにするために。見て、シナモンアップルパイ、甘い系よね、うん、開いてない、ほら、やっぱなんかあんねやん。甘い系はだから、なんでや。めっちゃ美味しいなんか違和感あるわ。あのクレープでシーチキン入ってるような、あの感覚。あー、惣菜クレープ食べてるようなね、うん、で、合うけどっていう。なんで真ん中は開いてへんねやろ。出た、古畑やめて、伸びなくなるから。普通のうまい棒は再生数伸びなくなる。周りとのパウダーの調整で、パウダーの量に対してのスナックの割合は真ん中がない方がバランスが取れるんですが、甘いコーティングをした時はよりスナックを多めにした方がバランスが取れるということで、真ん中の穴をなくしたんじゃないでしょうか。お察しします伸びない、古畑伸びない。そんな言い方やめろ、古畑が悪いみたいな。古畑をやってる俺らが良くない。このプレミアシリーズすごいね。見てこれ、広島カープうまい棒、うん、何味だと思う。お好み焼き、コンポタ、コンポタ、なんでなの、なんで広島なのに、なんでや大瀬良投手、こっちは、あ、みんなやっぱ違うね。森下投手、うーん、大瀬良大地、でこれパッケージが違うだけでしょ。藤波のデッドボール食らった後って笑ってやったええ人ね、うん、普通のコンポタージュと一緒なん、ほんまに。あ、普通のコンポタージュと一緒や、
このプレミアムモッツァレラチーズ&カマンベールチーズ味。いいね、めっちゃチーズ。どう？めちゃくちゃ高級感ある。なんか平べったない？ちょっと形違うよ、ね、言えや最初にちょっと平べったいね。ほんでしっとりしてる、なんかイメージ。へえ。通常のうまい棒よりもチーズ多く入れてますよっていう。ちょっとプレミアム明太の方行ってみるわ。あー濃いかも、明太の色が。プレミアム明太って何なんだろう。どう違う通常明太と。明太味がすごい。こっちっていわゆるお菓子明太の味やけど、こっちはリアル明太風味がある生っぽさというか、味にね。こっちはほんまにお菓子明太。お菓子明太ね、うん、いやでもさ、衝撃受けたの俺、やっぱぶっちぎりで納豆シリーズやん今までなんで食べてなかったんやぐらい激うまです。あったなこっちな、チョコレートのやつ。これ好きやったわ。じゃあ穴開いてないんだ。これ穴開いてんねん。え？開いてんねん開いてんねん。え？ほら、あ、中開いてんのよ、うん、うわ、もう駄菓子屋さんにあるこういうお菓子の味です。一番いい、うん、で、駄菓子屋さんの状態にもよんねんけど溶けてたりするね、このチョコバットとか、ああいうのの味やね、これも一緒や。ちょっと違うね。え、違う？チョコバットと。チョコバットの味とはちょっと違う。チョコバットのチョコって、うん、どこにもないからあれどこにもない。変なこと言ってんのは百も承知やねんけど、チョコレート、チョコバットのチョコってもうどこにもないから、チョコバットにしか塗られてないから。いや一緒やって。代わりが効かへんねん、あのチョコ。開けたやつは全部一つの袋にまとめて粉々にして最後こうやって食べます。美味しかった。ちょっと納豆シリーズ大発見でした。うん、あ、棒穴開いてへん理由、シュガーラスクの食感に近づけるためだから、ラスクに近づけるために穴開けなかったってことね。はい、なんかこだわりでわざわざ穴開けなかったっていう。まあこだわりでっていうのは分かってるよ、そら。たまたまじゃないわけよ、うん、まあまあ。いや当たり前よ、こだわりでって。偶然穴開いてませんじゃないのは分かってる。揚げ足取らんでもな、うんうん、はい、あの、スケさん、スケさん、ミトコモシリーズもやめてください。怖いんだよ、スケさん。スケさんじゃないんで。チャンネル登録お願いします。昔ゲームセンターで早押しクイズみたいなゲームがあって、こんな台のバーって問題出んねんけど、キリンの田村さんめっちゃハマってたやつじゃなくて、アンサークイズ、アンサーアンサーかな、はい、それのもっと 前、俺ら中学生の時に、うん、問題出てピンポンと押して、なんかコンピューターと戦うみたいな、うん、問題って言って、あの友達の沢井がやっててんけど、うん、問題って言って、水戸黄門が見せるのはみたいな問題で、うん、A 陰謀、うん、B 助さんみたいな書いてて、うん、C 肛門ってあって、うん、選択肢でピンポンって押して、やあの沢井が肛門ってものすごいスピードで押してんや、うん、普通に全力で問題にみんなで協力して勝とうなっていうところにピンポン肛門って言って、いや肛門が肛門見せへんやろってみんなも床叩いて笑ってた思い出した中学生の平和やな、うん、怒るとかじゃなくてゲラゲラ笑って、みんなで真剣にこうやって問題考える姿勢やったのに、肛門って押した時腹抱えて笑ったわそういうエピソードを思い出しました。いいよ、そうでしょう、喋るってことを。